路面電車といえば最近は再評価が行われています。例えば宇都宮であれば LRT が新規で開業する予定となっています。ですがそれとは対照的に近年全面廃止された路面電車があります。それが岐阜市のケースです。岐阜市内線は2005年に廃止され、すべてバス転換されました。背後にはどんな事情があったのでしょうか。路面電車として最近話題になっているのはやはり宇都宮 LRT ですね。どんなプロジェクトかというと、皆さん大変お待たせしました。栃木県宇都宮市は多分このように言いました。いやー、ようやく LRT できんな。これでついに我が県群馬茨城に圧勝だな。下手したら埼玉に燃え尽きんじゃねえの。それとは対照的に近年廃止されたのが岐阜市のケースです。岐阜市内では路面電車が走っていましたが、2005年に完全廃止されてしまいました。よって宇都宮市のケースとは正反対な感じです。この理由ですが、皆さんこのように思ったことないでしょうか。なんだこの栃木とは一緒にされたくねえって、そういうことか。おそらく違うかと思います。まあどういうことなのか今回少し調べてみました。岐阜市内の路面電車は名鉄が運営していました。開業したのは明治の終わりから大正時代にかけてのことでした。戦後の高度経済成長期というイケイケの世の中になると車が主役になりました。それと同時に路面電車は全国的にオワコン化していきました。そんな中、岐阜市議会で路面電車のあり方についてが話し合われました。そして1967年、市議会はこのように言いました。路面電車マジいらねー。路面電車いらない法案を市議会で可決しました。よって名鉄に対して市が廃止をお願いした感じです。これについて名鉄はこのように反論しました。おい、ふざけんな。商売今後どうすればいいんだよ。当然ながら路面電車を廃止すれば名鉄の収入は減ってしまいます。ゆえに鉄道ビジネスに対する保証などの話が出てきました。さすがに税金をたくさん投入するわけにもいかず、一旦はそのままになりました。ただ1988年に岐阜中部未来博というイベントが行われることが決まると話が再燃しました。ここで岐阜市はこのように言いました。おい、路面電車邪魔、渋滞の原因になるだろう。道路が渋滞することが予想され、一般の車が通る道路に路面電車が走るのは邪魔者扱いされました。そうした結果、長良線の部分にあたる 3.9 キロの区間が廃止されました。それから20年近くが経過しました。この時代になると、今度は名鉄側がこのように言いました。岐阜県内のほとんどの区間、廃止するぞ。岐阜県内の600ボルトの電化区間をすべて廃止すると突然発表しました。理由は簡単で、経営状況が単独で赤字だったためです。しかも、この時代は中部国際空港がいよいよオープンを迎えていました。名鉄は空港アクセス線の建設などでお金を使い、赤字路線の面倒を見る余裕がなかったそうです。よって赤字の路面電車の廃止を申し出るのですが、岐阜市側は大変驚いたみたいです。岐阜市はこのように反応しました。おいちょいちょい、何を言ってるんだよ。急な廃止には反対しました。そして路面電車を存続させたいという姿勢になりました。とはいえ、岐阜市内線は全国的にも特に地元から冷たい扱いをされていました。路面電車の停留所には安全地帯がなく、乗客は車道から乗り降りする必要がありました。また、路面電車の通行帯は一般車両と完全にシェアする形でした。専用レーンのようなところはありませんでした。かつて、名鉄が市や警察に安全地帯を作るよう求めていました。ただ市や警察はこのように言いました。ああ無理、車の渋滞がひどくなったらどうすんだよ。もっと地域のことを考えよう。安全地帯は場所的に作る余裕がないと言いました。また専用レーンを設置すると今度は一般車両の渋滞が激しくなるとのことで却下されてきました。そうした中で廃止の考えを名鉄が口にしたわけです。ここで岐阜市はこのように言いました。
ちょっと社会実験として名鉄のご意見を受け入れるわ。路面電車の存続に向けた社会実験として安全地帯を一部の停留所に作り、専用レーンも作りました。と言っても片側2車線の道路を1車線に減らした感じです。すると今度は普通の人たちからクレームが来ました。一般市民らはこのように言いました。おーい、渋滞やばすぎるだろ。渋滞が激しくなり、路面電車に対する反対の声も出てきました。そして社会実験の結果を見て名鉄はこのように言いました。うん、いらねえ、廃止するぞ。岐阜市内線をすべて廃止にしたい意向に変わりないと言いました。よって名鉄での継続は無理な感じになったのです。ここで岐阜市は名鉄の代わりに運営してくれる後継者を募集することとしました。すると岡山電気軌道という鉄道会社が名乗りを上げました。こちらは岡山市内の路面電車を運営する会社ですが、このように言いました。俺が後継ぎしてもいいよ、ただしお金ちょうだいね。岡山の路面電車の会社が運営すると言いました。ただ相当の金額を受け取ることが前提で、税金を節約したい岐阜市にとっては都合が悪かったそうです。このほか海外の投資会社も名乗りを上げましたが、こちらも同じ理由で話がまとまりませんでした。結局後継ぎはなしになりました。次に岐阜市はこのように言いました。おい名鉄、俺が買い取るわ。でも今までお世話してやったんだから安くしろよ。市が買い取る話が出てきました。これに対して名鉄側は83億円で売るとしました。ただ岐阜市は6億円にしてほしいと言い、値段の話で折り合いがつきませんでした。名鉄は20億円まで値下げすると妥協しましたが、それでも市は NG としました。結局のところ話はまとまらず、岐阜市はこう言いました。もう廃止でいいわ。こうして岐阜市内線は 100% 廃止されることが決まり、今後はバス転換されることとなりました。ただ市内のバスもまた問題ばかりでした。当時岐阜市内では岐阜バス、名鉄バス、市営バスの3つがバトルしていました。それぞれこのように言いました。おい、何客パクってんだよ。そんな感じで相当なバトルが繰り広げられていました。しかもいずれも赤字という意味不明な環境になっていました。こうした中岐阜市はこう言いました。国のバス再生サポートにエントリーするぞ。国主導によるバス再生プロジェクトがあるのですが、これにエントリーすることとしました。この制度はオムニバスタウンと呼ばれます。これに指定されると地元自治体は国から補助金がもらえます。その反面、国の言う通りにいろいろやらないといけません。例えば IC カードの導入、専用レーンの設置、追加的な路線の設定などが挙げられます。そしてこれに指定された岐阜に対して国はこのように言いました。おい、なんで3社もいるんだよ、1社で十分だろ。3社は多すぎるため1社に統一させろとの指令が出ました。こうして岐阜市はバス会社たちとミーティングを開き、最終的に岐阜バスに一任されました。すなわち路面電車は廃止され、さらに名鉄バス、市バスが撤退した感じです。まあそんな流れで岐阜市内の交通手段は岐阜バス一択になったわけですが、これには裏事情もあったみたいな話も存在します。当時の岐阜市長は市議会でこのように突っ込まれました。あれれ、市長岐阜バスとつながってるみたいだな。市長と岐阜バスの偉い人の間にコネがあり、スパチャされているのではないかなどの疑惑が出てきました。真相は不明ですが、そんなスパチャに関する話もあるようです。そんなわけで完全に消滅してしまった岐阜市内線ですが、皆さんは何かご意見ありますか？以上、岐阜市で廃止された路面電車についての大雑把な解説でした。最後になりましたが、ウプ主のおっさん、ストーリーを少しまとめてみました。路面電車を諦めたのは岐阜市側ですね。これが本当の岐阜アップユ。では本日の授業みたいなものはここまでにします。今回の解説はいかがだったでしょうか？ご意見ありましたらぜひコメントくださいね。本日もご視聴ありがとうございました。